ハン・ノボルシュは、大韓民国の政治家、外交官で、第39代国務総理。関ン度春世入出身。本願は、清州藩士。カトリック教徒。四世代学校政治外交学科を卒業後、ソウル大学校、イギリスのヨーク大学大学院で、修士、博士課程を修了し、ヨーク大学、ケンブリッジ大学、 ソウル大学経済学科に教授として20年近く在職し、アメリカのハーバード大学や東京大学でも講義を行った。政策研究大学院大学ではシニアフェローを務めるなど、日本国内においても幅広い活動を行っている。また、ベネズエラ小生財政諮問官世界銀行財政諮問官 ヨルダン政府財政顧問官などを歴任し、国際部隊での経験が多いことでも知られている。僕正規大統領暗殺後の第五共和国政権下では、1980年に祝軍クーデターで政権を握った当時の全都間大統領が、非常改憲令下で大統領を補佐するために、設立した国家保衛非常対策委員会のメンバーとなった。 1987年には、商工部貿易委員会初代委員長として、初めて官職に就いた。この間、1986年から1987年に、かけて、東京大学教養学部で、客員教授として、教弁をとっている。1988年の13代国会議員総選挙では、民主正義党候補として出馬し、政界入りを果たした。 ロタイグ政権では、商工部長官、ウルグアイラウンド特別委員長等を歴任し、文民政権である、金ヨンサム政権下でも、第15代中米大使、大統領秘書室長、副首相権第3代財政経済委員長官、半なら党経済政策委員会委員長を務めた。この間、1996年の第15代総選挙で再度当選している。 近代中政権では再び外交を舞台に活躍することとなり、列国議会同盟韓国理事会議長、第30代外交通商部長官、第56代国際連合総会議長等を務めた。2001年12月10日には、国連がノーベル平和賞を受賞したことから、国連総会議長として、コフィア南国連事務総長と共に、 ノーベル賞受賞式に出席した。2000年の、対16大総選挙で3回目の当選。ロブゲン政権では、2005年から2014年ピョンチャン、冬季オリンピック招致委員長を務め、2007年5月から、国連機構変動特使として活動している。2008年2月25日に、リア・アキヒロ政権の初代国務総理になった。 2008年7月22日に仏教指導者の竹島のみならず、津島が一時うちの領土だったことがあるという説に、竹島については同意したが津島については名言を避けた。2008年7月29日、日韓両政府が領有権を主張する竹島に現職首相として初めて上陸した。ありがとうございます。